はい、皆さんどうも、こんにちは、ラブ旅チャンネルです。いや皆さんお久しぶりでございます。今は京都駅にいるんですけど、今回の企画は僕の憧れでもあった高級タクシーでダム行ってみた。はい、ってことでね、京都のダムに行ってこようかなと思って、昨日ちょっとね、あの一部の川が氾濫しそうになったっていうかね、水量も多かったらしくて、ダムには行きたいですね。それでは行ってみよう。じゃーん、こちらの LS でございます。いやいやいや、すさまじい、すさまじい。楽しいですね、楽しみですね、ダムデート。なるべくなるべく高校はそうなります了解しました。このボタン押して、おー、リクライニング、このボタン押すと出てきた、出てきた、すごいすごいすごい。まもなくダメ、この感じ。しかも Bluetooth で音楽も聴けるなんて。これってどうやって開閉するんでしたっけ。これ肘掛けにもスイッチがあるんですけど、肘掛けですか。シェードのマークがついてる。シェードのマーク、この3つ。じゃあ、それはつないな。おお、うわうわうわ、すごい、なんかビップになった気分。ヒーターとかそういうのもついてる。いいですね。はい、でも、一番恐ろしいぐらい降った時に比べると、それより2メートルぐらい下ですよね。ここが宇治川。はい、琵琶湖を流れ出るときは名前が瀬田川ですけど、瀬田川、うん、で滋賀県と京都府の境で名前が瀬田川から宇治川になります。でもなんか見た感じ水多いじゃ多いですね。多いのは多いです。あと、いつもだったらこの半分ぐらいしか流れるから、なんか流れも早いですね。流れ結構早いですよ。それは普段からですか。普段から結構早いですね。平等院、鳳凰堂、うわぁ、絶対みんなは一回は聞いたことありますよね、平等院、鳳凰堂。行かなくても10円玉って言ったら、あーって。あー、ダムありそう。そうですよね。もう、近っ。あー、どんな感じで姿を現すのか楽しみやな。じゃあ、到着しました。今回は、こちらのダム。浜瀬ダムに来ました。ついに鳳凰堂、鳳凰堂と関係してるのかな。はい、行ってみましょう。チャーンチャーンチャーチャーンチャー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 ご神経ありがとうございます。3セットね。でこれが今現在のダムカートです。おお、バージョン3です。すごい。でこれが今現在あのトンネル工事してるミッドバイパス工事で、これが今年できる予定です。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、では行ってみましょう。お、すごいね。形式がドーム型アーチダム、それで体長が254、形態が73メートル。じゃあ皆さん、行きますよ。3、2、1。おー、すごい。めっちゃ放流してる。すごいな。うわぁ、まあ、全部とかやったんすごい。下の端来た、下の端、今から行こうと。なんとか正面から来るやっぱどうやった。赤字がどうでもないね。はい、ありがとうございます。車置き場所は適当にあるわ。大丈夫大丈夫。はい、今ね、ちょっとね下の方行きました。
かっこいい。うわ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 。はい、今回運転してくださったのはじゃん、私でございます。走ったんです。走った。はい、またあのダム旅チャンネル あのタクシーをねしていただけると、はい、嬉しく思います。また機会がありましたらよろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんあの京都に来たらもうタッシーさんのレクサスに乗っていただけると非常に嬉しいです。快適なんでね。よろしくお願いします。はい、はい、以上ダム旅チャンネルでした。それでは次のダムでお会いしましょう。またね。楽しかったです。